The wheel of fate is turning. さてと、さあ、オスカー・アルフネ、今回どんな風になってるんでしょうかね。ジェイキマンだと、とりあえずワンコイン入れていく。実績できるから、エールを持ってって、これは 2.4K。最終段は多いが、受け取れない方が悪い。ジェイキマンだと、多いすぎる。さっき抜けて、猫石拾い直しいの、実績できる。いいエリアルだ。お、これ 3.5K いくんでね。3.6K。さあ、ミクンサオカは結構画面見てる。サンシーの猫さん広い、2台目当たってワンコン 2.7K。 サオカ高キャラなのかな、よくわかんないけど。さあ5秒当たってるが、確定まで繋がるぜ。これ切れない。さあ J2C、 あ、じゃあ J と、まあいいや、ダンシングエッジラピカンから攻め継続して一本戦車はミクンサオ。さあ開幕、早速 50% 楽につけていくか。さあ切り返してくれて、ぜいぜいから中段、中段じゃなくて投げ、中投げって言いたかった俺。さあ気づき広いからワンコン入れて 3K。 さあ男性に取られる、既存コンでも全然ダメージ取れていける。結果は 1.5K だよ。ドアダウン席やっぱきついっぽいっすね。ボディさあ 95% で男性ゲッチ簡単人 5B から、これ死んでしまうとバーソー。さあタップから攻める攻める、固めるラビガンフォローから猫に沈んで J4D。 さあゴシゴシフェイトカウンター、お前のターンにはさせねえぞバーソー。 2D 見えたからジェビンスのタレ2駅さんで隠しまで入れて、これは死んでしまった。勝ったのはミクンサオカー、おめでとうございます。サオカーさんウィン。それでは2回戦してもらいましょう。宇沢楽ね、リュートン誠、宇沢楽ね、リュートン誠。あ、じゃあ1番競争でお願いします。あ、2番競争終わった。勝ったのは何人だ、イシラ人、おめでとうございます。ということで2番競艇やってもらいましょう。ユーマラテイガーヒマバルケン、じゃあお願いします。